いやーごめんね。また終電逃しちゃったよ。うん、私もごめん。つい楽しくて時間忘れちゃってた。それにしてもさっきのカラオケさ、隣の人の歌声やばくなかった？うん、すごい上手かった。やばかったよね。なんかね、トイレ行った時店員さんに聞いたんだけど、私たちの隣で歌ってた人、20年以上延長し続けてる人らしい。カラオケを20年延長してるってこと？そう、なんか店員さんの中で代々語り継がれてる伝説のお客さんらしい。何それ、絶対嘘でしょ。だよね、そんなわけないよね。カラオケ20年延長してる人なんていたら、俺坊主にするよ。じゃあ、まあ、その、しますか。え、私先シャワー浴びたいかも。いいよ、後でどうせ汗かくし。でもほら、今日結構動いたし、どうせなら一緒に入る。いや、もう俺我慢できない。抑えられそうにいないんだ、この衝動。わあ、今日は随分お砂潤太くんだ。まあ普段結構奥手だし、たまにはこういう潤太くんもいいかも。早くチンチン侍しよう。はい、チンチン侍しようよ、しおりちゃん。あれ待って、私の耳がなんかおかしいのかな。ねえ潤太くん。何？犬が後ろ足で立つポーズをなんて言う？チンチン。路面電車の別称は何電車？チンチン。ひっそりと静まってる様を漢字二文字で。チンチン。愛知の方言で熱いわ。チンチン。さっき何しようって言った？チンチン侍。やっぱ言ってるな。チンチン侍言ってるな。なんでだ？なんでラブホテルまで来てチンチン侍やるんだ？私と一緒にお風呂入るより優先順位上に来るチンチン侍ってなんだ？イタリアの乾杯の掛け声は？チンチン。イタリアで磯の活動って発音するとどんな意味になる？私はチンチンです。何言わせんだ。いやもういいのよ、チンチンクイズは。あれ？もしかして、しおりちゃん、怒ってる？怒ってるよ。だって、じゅんたくんがラブホテルにそぐわない遊びを提案してくるから。いや、だって、ラブホテルでする遊びなんて一つしかないでしょ。スキー場でスキーをするように、釣り堀で釣りをするように、日が沈みまたいつか登ってくるように、それが自然の摂理でしょ。ごめん。俺が悪かった。チンチン書くよ。いや、チンチン書くな。全然反省して。チンチン書くって、富山弁では正座するの意味になるもんね。そっちね。しおりちゃん、今日は俺が抱いてやる。え、何？急にそんなオスモード発動されても、私心の準備が…まあ、ジュンタ君がそんな気なら…いくらくらいだろう、ここ。1万あれば足りるかな。ああ、抱いてやるって富山弁ではおごってやるの意味になるもんね。そっちね。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。路面電車に乗ってみたい。ヨーロッパの路面電車。街並みがね、綺麗なんですよね。ねえ。また次の動画で。